川口春奈主演の金曜ドラマキューボーダー毎週金曜夜10時から10時54分 TBSK の第5話が5月17日金曜日に放送される写真破壊力抜群フォーマルな服装もさらりと着こなす松下洸平高太郎ボーダー世代3姉妹の奮闘を書くヒューマンラブストーリー同ドラマはラブライフリミットの 3L をテーマに19歳 29歳、39歳と、いわゆる、大台を迎える前のラストイヤーイコールキューボーダー。真っただ中の三姉妹が、もやもやや焦りを抱え幸せになりたいともがきながら人生を前向きに進んでいく姿を完全オリジナルで書くヒューマンラブストーリー。本作では、中学生日記、2018年、や、私結婚できないんじゃなくて、しないんです。2016年。 聞かざる恋には理由があって、2021年、3作品すべて TBSK などを手がけてきた、プロデューサー荒井淳子と、脚本家金子ありさが再タッグ。また、監督は小説家金映画監督で、近年はテレビドラマの演出も手がける福田桃子がメインで担当している。川口春奈木南春香畑井が姉妹役で初共演物語の主軸となる、ボーダー世代3姉妹。 39歳の長女、六月役を木波春香、29歳の次女、七秒役を川口、19歳の三女、八回役を畠目が演じ、それぞれの年代特有の悩みにぶつかりながら仕事に恋に立ち向かっていく。さらに、物語のキーマン幸太郎役で松下光平、6月が所長を務める会計事務所で働く自由奔放な公認会計士、松島作役で井野脇会、 七秒とは同い年で幼馴染の高木雄太役で木戸大成が出演している。旧ボーダー、第5話、荒筋第5話は大場湯を本格的に立て直すべく、いろいろな銭湯に通って研究を始めた七秒、川口春奈、孝太郎、松下洸平、とも思いが通じ合い、満ち足りた日々を過ごしていた。その頃、離婚が成立した6月、木波春香、が家を引き払って実家に戻ってくる。 さらに、厚子、優、と光太郎が住んでいるマンションが水漏れの被害に遭い、修理の真七病と光太郎が同居することに。そんな中、厚子から招待券をプレゼントされた八回畑ためは、ヨ太タ、木戸大生、絵の気持ちを伝えようと、アミューズメントパークへ出かけることにする。という物語が描かれる。色とりどりの光太郎詰め合わせ、予告に視聴者大興奮。 公式ホームページなどで見ることができる予告動画は、8回に、うちにいれば。と言われ、孝太郎が、え、と思わず聞き返すシーンからスタート。そこには、好きな人と一つ屋根の下。新生活はときめきの連続。の文字が、また、新生大場湯、計画。新たな目標を掲げ一致団結。の文字とともに、7秒が、見てこれ。研究の成果と、 6月、8回、幸太郎似画用紙を披露する様子や、6月の経営面を担当します。という心強いセリフも、さらに、大事なあの人と急接近。3姉妹の恋の行方は、のテロップと共に、7秒の、好きな人が、好きって言ってくれる、奇跡だと思わない。という声や、幸太郎の、もう誰かそばにいるかも。 というセリフも、同居生活をきっかけに7秒と幸太郎の距離がぐっと縮まる予感がする、そんな予告となっている。予告動画を見たファンからは川口春奈ってなんでこんなに頑張りすぎちゃう女子が似合うんだろう。孝太郎さんがえって言った時の顔がとてつもなく可愛い。7秒と幸太郎がお似合いすぎる。孝太郎と一つ屋根の下なんて、ヨータが可哀想すぎるよ予告の情報量。予告ですよね。 でくらい盛りだくさんな内容などといっ